全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。少しばらつきました。まずは先行争い、早くも先頭16番インパストミュー、8番モコモコグレインかわして先頭、6番モコガリレオ先頭に入れ替わります。少し差が開いて7番エリマオーケストラ、続きまして12番イネイブル、各馬1コーナーを目指します。外から14番ウーンティアラ、10番ボブボール、そのうち1番滝の岬、5番テイテイジャズ、この辺りが中段、そのうち3番マリモブレイク、外から9番メインウインク、2番シャインブロッサム、これから向こう上面に入ります。外から17番ドバイウイングス、内から13番キャット、4番アメリカンシスター、続きまして15番エスクマーチ。 1000m の通過タイムは1分0秒01馬身相手、18番アウトゴガ、最高峰は11番トライオータム、先頭から最高峰まで10馬身以上、先頭代わってモコモコグレイ、後ろに6番モコガリレオ、16番インパストミュー後位をキープ、少し差が開いて7番エリマオーケストラ、14番ムーンティアラ、そのうち12番イネイブル、内抑えて5番テイテイジャズ、18頭大欅の向こうを通過、外から10番ボブボール、3番マリモブレイク、この辺りが中段、外から9番メインウインク、4コーナーから直線へと向きます。ここから最後の直線勝負、後続各馬の動きはどうか。先頭モコモコグレイ、400を切って先頭モコモコグレイ、そしてインパストミューモコモコグレイ粘っている、先頭はモコモコグレイ、あと200、インパストミュー2番手、インパストミュー差を詰める、モコモコグレイ伸び足がいい、モコモコグレイ先頭、モコモコグレイ逃げ切ってゴール、勝ったのはモコモコグレイ、鞍上は戸崎啓太騎手、モコモコグレイブリーダーズカップの栄冠に輝きました。2着インパストミュー、3着アメリカンシスター。